改札口横に、競輪開催日のみ開設される特別券売所があった、ホーム加月総除寺駅は、神奈川県横浜市鶴見区生麦五丁目にある、京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は、KK30。かつて、加月園競輪開催日に限り夕方の急行が、臨時停車を行っており、 新津市駅始発神奈川新町駅止まりの急行を京急川崎駅まで延長運転し、神奈川新町駅始発の上り臨時急行を運行していた。1999年7月31日に実施された京急ダイヤ全面改正により、京急蒲田駅から新津市駅間の急行が廃止されたため、当駅への臨時停車もなくなった。 その後2010年5月16日にエアポート急行の運転が開始されたことで、京急か田駅から新津市駅における急行各の種別は復活したが、運行開始時点で、競輪場は閉場していたこともあり、当駅は全列車が通過している。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。京上駅舎は東西を結ぶ人道橋に面している。改札内コンコースと、 各ホームを連絡するエレベーターが設置されている。過月園競輪の開催日は混雑したため、特別券売所が開設されていたが、2010年3月の開催終了に伴い、現在は使用されていない。2019年度の1日平均乗降人員は7022人であり、京急線全72駅中65位。 カ月園競輪場が2010年3月で廃止になったため2010年度以降減っている。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下表の通り。以下の路線が横浜市営バスにより運行されている。生麦北町路線の詳細は横浜市営バス鶴見営業所を参照。東福島行引区路線の詳細は横浜市営バス 広北営業所を参照。旧駅名の、下月園前は、1914年に、下月園遊園地が開園し、入場客用に駅を設けたことに由来。現駅名への解消にあたっては、2010年に、下月園競輪場が閉場していること、また新たな街づくりの一環として、駅から徒歩7分の場所にあり、相当胸広本山として全国に知られている。 総持寺を駅名に入れ、地域活性化につなげるものとしている。下月園、駅前踏切駅前北側の線路にある踏切は、すでに廃止された、掃除寺,寺踏切に次ぐ長さがあり、西側から横須賀線、京浜東北線、東海道本線、東海道貨物線、京急本線の順に通過しており、開かずの踏切として知られている。なお京急の踏切は、 JR と分離しているが、これは地上駅時代の上りホーム駅舎が当時の国鉄と京急を挟んで踏切の中間に設置されていた頃の名残である。京上駅舎となった際に人道橋も併設されたが、踏切はそのまま残されており、混雑する過月園定林の開催時には危険防止のため閉鎖されていた。かつて日本テレビ系で放送されていたバラエティ番組。 投稿。特報王国でも日本一長い踏切として紹介されたことがある。ありがとうございます。